と今のどうやら術で操られている。倒さないと危ない。行きます。分かった。影分身の術。転ばせた人を一気に攻撃する。一撃よっ。影分身の術。影分身の術。強すぎる。様子が変わったよ。転ばせたところを一気に攻撃するんだ。私に任せて。体調は万全だ。影分身の術。分かった。転ばせたところを一気に攻撃するんだ。体調は万全だ。任務完了ね。このハマル。兄ちゃん、すまない、格好悪いとこ見せちまって。そんなことより、お前、大丈夫なのか？うん。でも俺、なんだかちょっと疲れたぞ、これ。相当チャクラを吸い取られちゃったみたいだから、
無理しないで。ごめんよ、僕たちがさらわれる前に助けていれば。俺、本当は一人で怖かった。でも、みんなが必ず助けに来てくれるって信じてたから。当たり前だろ、お前は大切な仲間なんだからな。兄ちゃん。やはりガキでは役に立たなかったか。てめえ、よくもこのハマルを。もうやめるんだ、元帥。なぜこのようなことに手を染める。所詮貴様ら戸様の天老一族にはわからぬことよ。この夢隠れは元は我々天霧一族が起こした里。そんな昔のことを。三つ頭の封印術を盾に、後からのこのこと現れたお前たちに里を乗っ取られたこの屈辱がわかるか。天路が里長になってから我が天霧一族への弾圧の歴史が始まったのだ。里の貧しさ、さらには多大なる犠牲者を出した戦争責任を全て天霧のせいにされ、一族は里を追われた。枷をはめられ、常に日陰を歩いて生きてきた一族の苦しみが貴様にわかるか。夢隠れの創立史から天路を抹消し、今再び里を天霧の手に取り戻す。コピー美獣と三つ頭の力で世界を制圧し、一族が成し得なかった理想郷を作り上げるのだ。そのために里の者まで騙したというのか。野望は犠牲なしでは実現できんのだ。貴様、舞台は整った。遠ぞよ、貴様にも最高の惨劇を見せてやろう。楽しみにしておれ。下水。おっちゃん、大丈夫か。すまなかった、すべては我が里が犯した罪。いいんだ、おっちゃんのせいじゃねえ。けどな、野望だかなんだか知らねえが、仲間を平気で裏切るような奴だけは許さねえ。この先にある溶岩窟へ行き、リュカを止めてくれ。三つ頭を元帥に利用されぬように。ああ、任せてくれ。